じゃが魔王リムルはともかくベルドラには勝てぬ。その通りだよ、ヒナタ。あの邪竜はそれだけ凄まじい存在なのだ。しかし勇者によって封印されたのでしょう。良いか、ヒナタよ。あれは自然エネルギーそのものなのじゃ。あれ狂う暴風ならば魔法で制御することもできよう。じゃがあの邪竜には意志がある。剣も魔法も通用しない。奴が暴れたその衝撃波は地上を蹂躙するのじゃ。